カズさんはテレビやラジオ、そしてこの YouTube でも成功しているように見えるんですが、いや俺はどれでも成功してないですね。普段頑張らないスタンスで活動しているとしても実際は成功しているように見えます。だから見えるだけじゃないですか。それは単純に目にする機会が多いから成功しているように見えてるだけじゃないですかね。ハロー効果とはまた違いますけど、単純にまあよく目にすれば勝手に人間は好意を持つので、いっぱい目にすればポジティブに思えるんですよ。人間ってよく目にしてくれてるだけだと思いますね。全く僕のこと知らない人に僕の現状を見せたら、こいつ何もやってねえなって多分思うだけだと思います。自己肯定感が強い方が苦手です。スルーの上手なやり方を知りたいです。自己肯定感ってマジ最強なんですよね。持ってる人ってどうなろうがもう OK だから、だから身につけちゃった方がいいと思いますよ。まあ自己肯定感持ってる人大概成長しないんで、まあ周りにはね応援して迷惑かけるんですけど、自己肯定感持ちつつ成長できる人って本当にまあ成功者ってね多いんですけど、まあ珍しいケースなんで、状況に応じて失敗したな、だから改善しようっていうのが本当は自然なんですよね。自己肯定感持ってる人は本当に麻薬やってるのと同じような状況なんで、まあ苦手なの分かるんですけど、スルーというかまあ幸せそうだなって思って見るのがいいと思いますね。少なくとも迷惑をかけてるんじゃないような気がしますね、この文面から察するに。誰にも迷惑かけずに合法的にラリってる人だと思って遠くから見守ってあげてください。人に言われた言葉を過剰に受け取ってしまい、相手にそのつもりがなくても傷ついてしまいます。鈍感になるにはどうしたらいいんでしょうか。2回に1回人の言うことを無視すれば自然にそれが身について鈍感になれると思います。全部聞かなくてもいいんで、あなたの周りどれぐらいの人が、この方の周りどれぐらいの人がいるか分かんないですけど、みんな同じようなこと言ってるんで何かしかとしても大丈夫なんで、それが慣れてくると、はい、鈍感になるの楽になると思います。小学校教員3年目です。定年まで続けられる仕事ではないなと感じています。転職するなら早いうちにと思っていますが、教員は社会で需要がない、教員でいた方が給料はいいなど聞いて決断できません。教員から転職する適当な職業って何ですか。教員っていう過去を直接活かせる仕事って確かにちょっと難しいような気がします。あんまり浮かばないです。しかもね、学校の先生は本当に時間がないのでね、なんかじゃあ転職に有利な資格なりなんなり勉強を並行して続けるって難しいと思います。ただまあ公務員なんでサボりまくってても一応給料はそんなに変わらないので、めちゃめちゃ手抜いてあと 2,3 年で自分のスキルを上げるのがいいんじゃないでしょうか。そういう意味では転職前提であったら公務員でいるっていうのはすっごい有利なポジションかもしれません。私には結婚を見据えて同棲している彼氏がいます。彼は今公務員ですか。7年間受験してきた医学部を今年も受験すると言われました。私には仕事を続けつつも子供を産みたいという夢があり不安です。はあ、なるほど。へえ、大事な人の夢を応援すべきですか、自分の夢を叶えるために別の方法を取るべきでしょうか。自分の夢を叶えた方がいいと思います。他人の夢のために自分の人生左右されるのは僕は嫌ですね。自分の夢を叶える方が多分幸せだと感じれるんじゃないでしょうか。なんかその方のね、その今の彼氏の子供が産みたいっていうのが夢だとしたら仕方ないとは思いますけど、多分そうなんねんじゃないかな。テレビ離れが今話題になっていますが、テレビの魅力は何ですか。なんだろう、未だに何千万台って、家庭に置いてあるってことじゃないですか。テレビってものを単一のチャンネルと考えたら登録者数がめちゃめちゃ多い動画チャンネルなんじゃないかなと思います。それをなんか細かく分け合ってるからテレビ離れになってるんじゃないですかね。まあ、業界も再編されるんじゃないかなと思います。魅力はやっぱり、でもテレビもね、視聴者も高齢化してるから同年代が出てるってことが今のテレビの魅力なんじゃないかなと思います。そういう意味では若い子からの魅力はやっぱ薄くなってると思います。10年以上ダンサーしてますが、ダンスの世界は他の世界に比べてお金がないです。報酬が低くても仕事となるとみんな飛びついちゃうからかなと思ってます。ああ、なるほど。どうしたらこの業界にお金が流れるようになると思いますか。お金が流れなくて成立しちゃってるんで、多分もうお金は流れてこないんじゃないかなと思います。こういう業種ってすごいもういっぱいいろんなところにあって、こういう方みたいに未来を憂いてる人がちょっとみんなで行動を起こそうよって思うんですけど、もうダンピングが成立する社会になっちゃってると、誰かが動こうって言ってる間に抜け駆けして誰かがね飛びついちゃうっていうことなんですよね。変わんないんじゃないかなと思いますね。そういう業種はもう至るところにあります。
この方がめちゃくちゃ世界的なダンサーになって自分の稼いだお金をトリクルダウンして下に流す以外の方法は多分ないんですよね。スーパースターが現れてもう有無を言わさず変える以外の方法がないんですよね。アニメーターの世界とかも多分似たところがあって、みんな発給でやってるけど発給でやらざるを得なくなっちゃってて、で結局お金持ってる中国商に買い叩かれちゃうみたいな、そういうのはいろんなところにあります。だこの方がダンサーとして成功するしかないです。自分がちょっと成功できないなって思うとしたら、その報酬のまま続けるか別の仕事を選ぶしかないと思います。全員でね行動を共にして変えるってのが一番いいんですけど、多分難しいんだろうな。身も蓋もない言い方なんですけど、大金持ちを味方につけるしかないですね。強いパトロンがいるかどうかだと思います。か別のダンスでのお金の稼ぎ方を見つけるかなのかな。こういう業界はいっぱいありますよね。大事な時のじゃんけんに勝てないです。だからじゃんけんってのが廃れないんですよね。息子が全く実家に帰ってません。母さんは実家に帰る機会ありますか？私もね全然実家帰んないんですよ。実家が近いとね全然帰る気になんなくなっちゃうんですけど、もちろん会いたいと親御さんだったら思うと思うんですが、多めに見てやってください。若者はね目の前の娯楽にどうしても飛びついてしまうんです。許しちゃってください。少なくともあなたのことを親御さんのことを忘れてるわけじゃないので。貞子さんがモニターから出てきたらどうしようと真剣に考えて、現世の方が圧倒的に過酷だし、ある意味二次元に行けるチャンスかもしれないので、出てきたら私がモニターに入って貞子さんに現世を担当して堪能してもらうという結論にたどり着きました。もし貞子さんがモニターから出てきたらどうしますか？ちゃんとさん付けするんだ、偉いっすね。二次元に行けるチャンス、これずっと疑問だったんですけど、この画面の中の世界は二次元っていう発想ってどっから来たんですかね。出てきたものが3次元になってるんだったら3次元の世界が広がってる可能性の方が高いと思うし、そうじゃなかったら電子の世界だから無次元だと思うんですけど、なんで2次元だと思ってるのか不思議でならないですね。あと貞子は暇じゃないんで出てくるときは死ぬんじゃないですか。死ななかったらあの原作者の鈴木浩二先生に、いやあれ実話だったんすねって話に行きます。創作じゃなかったんすね、さすがっすねって言いますね。高校1年生です。大学は旧帝大以上に行きたいと思っています。そのためのアドバイスを教えていただきたいです。旧帝大ならどこでもいいんだったら比較的相対的な偏差値が低くて倍率の低い学部を選んでください。あんまりそういう理由だけで選ぶのはお勧めしないですけど、まだ高1なんだから、ね、東大なり海外の大学なりいくらでも行けるんだから、あんまり夢は低く持たない方がいいと思います。容姿や育った環境、今過ごしている環境、能力、物事に対する気力など何でもかんでも人と比べてしまうことが悩みです。どうして私だけ、どうせ私なんてとマイナス思考が止まりません。明るく前向きに生きるにはどうしたらいいですか？はあ、そうですね、容姿や育った環境、能力、物事っていうのは、まあ、人と比べるためにあるものなので、どんどん人と比べた方がいいと思います。ただ比べた結果あの人の方が優れてるなとか、それはただの事実なんで、ただ電車乗ってて自分の隣に座った人がすげえ美人ですげえ頭が良くてすげえ金持ってたとして、で左隣見たらすごい汚い格好ですごいルックスが悪くてすごいお金持ってなさそうだとしても、あなたの収入も見栄えも変わんないんですよ。周りがどうなろうがあなたの、ね、個々のポテンシャルって別に変わるわけじゃないので、まあ、比較はするけどそれによって何か影響があるわけではないんですよ。もちろん競争するってなったら違うんですけど、あ、世の中優れてる人いるな、自分より劣ってる人がいるなっていうのがただ事実としてあるだけなんです。で別の物差し使えば全然優れてなかったり劣ってなかったりする、いっぱい物差しがあるっていうだけの話なんで、事実は事実で、それに対して落ち込むっていうのはなんかすごい誇り高ぶった意見な感じがしますね。マイナス思考になってしまうっていうと、本当は頑張ればそこに行けるみたいな発想がどっかにあるからだと思うんですよ。誰かと比べて誰かみたいになるっていうのは、まあ、なかなか難しいと思うんですよね。それよりは自分の今のスペックをちゃんと理解して足りない部分とか伸ばしたい部分と向き合ってる方がいいと思います。まあ、それ続けてるとあんま周りと比較することも減るので、そっちの方が精神衛生上いいと思います。仮面してて将来は心配すぎてしょうがないんですが、仮面どういうこと？あ、仮面浪人ってことなんですかね。心配すぎてしょうがないんですが、受験期のメンメンタルコントロールやメンタル強くなるか教えてください。仮面浪人をやめた方がいいと思いますね。
仮面浪人はあのほとんどメリットがないので、どういう大学を受験するのかも分かんないんで、ちょっとそこは分かんないんですけども、今いる大学でも大抵のこと結果出したりするんですよ。将来とかそういう先のこと考えたら、もちろん大学名っていう学歴が欲しいだとまた違うんですけど、自分のスキルを上げる能力を上げるという意味では別にどの大学でもあんま実際変わんないんですよね。なのでそうじゃなくて本当にいい大学に入ってるっていう学歴が欲しいんだったら、もう今の大学に行く必要ないと、まず仮面は絶対にやめるべきです。受験期のメンタルコントロール、それはもう仮面をやめて、そうすると勉強に向き合う時間が増えるわけじゃないですか。そっちに集中するだけで多分メンタルとかは今より余裕が出てくるので、あんまり心配する必要がなくなると思います。誰かを好きかっこラブになったことがありません、好きになるかっこラブってどんな感情なんですか、どんな気持ちなんですか、教えてください。くだらないですが質問です。現在では AI が写真と言われてもわからないくらい写実的な絵を描きますが、今後は実在しない顔を作り出す AI を使って元となる顔を用意して AI に描かせた非実在人間のヌード写真風イラスト集とか販売されるようになると思いますか。すっごく幅の広い質問きましたね。好きになるってどんな感情なんですか、わかんないですね。全くそういう感情がわからない人もいるにはいると思うので説明しづらいですね。なってみなきゃわかんないとしか言わないですよね。そんなに私は恋愛っていうものを甘美なものだと思ってないので、私もしかしたら分かんないかもしれません、その気持ちが。で後半の、非実在人間のヌード写真集風イラスト集は、これはもうめちゃめちゃ作られてると思います。ディープフェイクじゃないですけど、もうデータ入れまくって有名人の体つきと顔つきとかもうコピーしまくって勉強させまくってガンガン作られてる。でそれは一応今の状況だと、セーフガードみたいなのついてて作れないようになってるんですけど、多分作れる AI もザラにあるんだと思います。理論上可能だからいっぱい作られちゃうんじゃないですかね。どうなんでしょうね、その権利とかでめちゃくちゃ揉める時代になるとは思います。だから本物じゃないといけないものの価値をもっと見直す時期が来るんじゃないですかね。有名になるってことだからそれだけリスクがあるってことだと思いますね。自分のヌードが作られてもへでもないって人がだから勝つ社会になるかもしれないですね。私はもう何とも思わないのでガンガン作ってほしいですね。寝たいのに眠れない時はどうすればいいと思いますか。目つぶって横になる以外の方法あんのかな。あのね一個おすすめなのありますね。ピストルスクワットって動画で検索してみてください。片足でやる、片方の足を前に出して片足でやるスクワットなんですよ。むちゃくちゃ辛いんですよ。多分一回もできないと思います。それやってみたらマジでヘトヘトになるんで一発で寝れると思います。本当おすすめです。何も物いらない一発で体ヘトヘトにさせる技なんで、ちょっとやってみてください。膝ぶっ壊れがちなんでちょっと無理はしないでほしいですけど、ちょっとでもおすすめですね。もうすぐ資格試験なのですが、大学受験に失敗したトラウマでどれだけ勉強したとしても本番で弱気になってしまいます。本番に強くなるにはどうしたらいいでしょうか。いや本番に強くなる方法はないんですよ。強い弱いじゃなくてできるできないの話なんで、特に勉強って別にその日のモチベーションとかで点数がそんなに大きく上下するわけじゃないんで、夜中寝る前にアナログ式の目覚まし時計用意していつも起きる時間よりちょっと前ぐらいにランダムでガッて目覚ましかけて、トリッキーな時間にジリリってなってパッて目覚めて、その瞬間模擬試験とか受けてそれでも合格点が取れるようにとか、圧倒的に不利な状況を何回か経験しておいた方がいいと思いますね。模擬試験とかはいっぱいあるわけじゃないですか。手元に多分そういう資料があると思うんですよ。それ経験しておくと、それでもこんなやべえ状況でも合格点取れるんだから可能性としては受かる確率の方が高いだろうって、なんか自分を納得させる材料が増えると思うんですよ。弱気とか強気とか、逆に強気になる理由を探すのは一番良くないことなんで、弱気でいた方がいいと思います。モチベーションだけでね、本番に強気になる方法を見つけるぐらいならその時間復習に当てた方がいいと思います。自分の言いたいことや伝えたいことを人にうまく説明することができません。どうしたら頭の中でうまく情報を処理し言葉にして伝えることができますか。頭の中で処理するっていうことがもう無理なんですよ、人間は。そういうのができないからみんな言葉とか文字とかパソコンであったりノートブックであったりスマートフォンっていう外部に情報を保存するツールをいっぱい生み出してきたわけで、頭の中でみんな処理してないです。で一瞬でやっぱ素早く返せる人ももちろんいるんですけど、あいつたちはその経験値があるからいっぱい返せるんです。そのパターンはあったなと。論理的展開ができるとか、もちろんそういうのはあるんですけど、そんなビビたる差です。
もともとのスペックの差なんて別にないので、それよりは経験値とかの方がめちゃくちゃ重要なので、頭の中で処理しようなんて思うんだったら、あの紙とペン用意して一個一個メモって、これとこれはこういうつながりだなっていうのを書いてください。メモ取ってる時点でね、やっぱあ俺のこと話をちゃんと聞いてくれてんだってメモ取るななんて怒る人はあんまいないので、ゆっくりものを考えてください。とにかく口数が多い人にね、議論とか負けちゃうことが多いんですけど、何の意味もなかったり、後々聞いてみたら変なこと言ってたりする人が多い。もう僕も含めてそうなんですよ。早く喋ってる人って基本的に変なことばっか言ってるんですよ。なんでそんな早く喋んないでください、ちょっとゆっくり喋ってくださいって一回断り入れて、 Please speak slowly つって一個一個もうメモして話し合えば、もう簡単にうまく伝えることができます。で、相手の言うことも理解できます。国語が苦手で解くのが遅いので、模試やテストで制限時間が残り少なくなり、周りが解き終わってシーンとしている時に私だけペン音の走る音や問題用紙をめくる音が響くと、なんだか目立った気がして恥ずかしくて焦ってしまいます。周りを気にならないようにするにはどうしたらいいですか？そんな恥ずかしいと思う？誰も気にしてねえだろう。いいじゃん、最後まで真剣に集中力が持つんだから、立派なもんですよ。最後まで気抜かずにやってください。一人暮らしなんですが、どうやら下の階に音が筒抜けなようで、冷やかしや嫌がらせをされてしまいます。引っ越してきたばかりで解約金がかかってしまうので対策をしたいんですが、何か良い方法はありますか？音を立てないように最新の注意と防音マットも敷いています。あ、でもそれでも筒抜けなんだ。そんなに下の階に音が響くことある？歩くときも別にドタドタ歩いてるわけじゃないんでしょ、まあ、下の階がそういうのめちゃくちゃ気にするタイプのやべえやつって可能性はあるけど、やべえやつなんだったらそのどんだけ金がかかっても引っ越した方がいいです。やばいやつが一人いるともう人生マジで困るので、絶対引っ越した方がいいです。借金してでも解約した方がいいです。引っ越す前にそういったことに気づける方法などご存知でしたらお伺いしたいです。内見行った時にドタドタ歩いてみたらいいんじゃないですかね。2000年代生まれの Z 世代です。いつまでも昭和の価値観で物事を判断したり、老害が多すぎてて嫌になります。MC もバラエティ番組の姿を見ると特に昭和の嫌な価値観を感じます。どうして令和の今でもこんな昭和の古臭い価値観は消えないのでしょうか？こんな嫌な価値観はなくなってアップデートされてほしいです。また Y 世代のカズレーザーさんは昭和の価値観についてどう思いますか？あの Z 世代とか Y 世代っていうのが上の人が勝手に作った枠組みなんですよ。本当に今の価値観にアップデートしてないったらこういう言葉は使わない方がいいですよ。古臭く見られます。もし Z 世代に当てはまってんだったら絶対 Z 世代なんてダサい言葉は使わないでください、はい、昭和だと思われます。そこだけ気をつけてほしいですね。動画が気分転換と癒しになってます。質問ですが、老化に対してどう思われますか？私は動画のため実年齢より若く見られやすく調子に乗っていましたが、最近では体の不調で病院へ行くと老化ですねばかりでアラフォーの現実を突きつけられています。それでも老化に抗いたいのですが、なるべくお金をかけずアンチエイジングする方法ばかり考えています。アンチエイジングについてどう思われるか知りたいです。やっぱり本当に技術が進歩しているので、アンチエイジング効果あるやつ、一昔前はね本当詐欺まがいだったんですけど、もちろん詐欺まがいのものも同じぐらい数あるんですけど、効果のあるやつはそれより増えてるなって最近感じます。アンチエイジングできるならした方がいいです。ただなるべく金をかけずっていうのは本当に効果ないやつが多いので、金をかけたくないって思っている人を狙っている詐欺の方が多いので、ほぼ同じ成分だったりするんですけど、高いものの方が信頼感があります。まあほんま変わんないんだけどね。老化には抗いたいなら湯水のごとく金かけてほしいですけど、まあそれは難しいと思うので、でも美容インフルエンサーの人ね、本当にマジで根拠ないことを言う人もいるので、ちょっとそこは気をつけてほしいですね。でもなるべくお金をかけずっていうので、本当にただ同然のやつはゼロ同然の効果しかないので、ちょっとお金かかるっていうのは覚悟した方がいいと思います。地理と政治経済の勉強が分かりません。多分この書き方だと学校の勉強、高校とかね、受験までの使い方なんだと思いますけど、政治経済はもう 100% 暗記科目なので別に同等でなります。あんまり政治経済で長い文章を書かせる、まあ、栄養入試とかじゃない限りあんまりそういう系のやつってないので、全然暗記で基本なんとかなります。そもそも政治経済で暗記で答えが出せないようなやつを学生受験生に聞いたところでろくな答えは返ってこないので、多少記述があるにせよそれの模範解答もある程度決まってるので、そんなに深いやつはありません。分かんない、東大とかで何かあんのかなとか京大とかであんのかなっては知りませんけど、基本的には大丈夫だと思います。
地理もほぼほぼ暗記でなんとかなるんですけど、ちょいややこしい問題も出てくるので、まあ、そこまでは勉強法が分かりませんってレベルじゃないと思うので、とりあえずまるっと覚えちゃうのが楽だと思います。対応できないやつは対応できなくても合格点は達するので、まあ覚えりゃ何とでもなります。今年入社した高卒の新入社員に仕事を教えているのですが、日が経つにつれ私に慣れてきたのか舐めているのかと思うことがあります。確かめ算してごらんと計算をさせたら合っていたようで、イエイと言われ、どうという顔で見られ、しかも残業中で相手するのが辛くてしんどいです。かなりストレスです。あまりふざけた人間を相手しなくても良いでしょうか。ほえー、まあ、ずっとやられたら、毎日やられたらしんどいのかもしれないですけど、今この話を聞いて僕は面白いと思ったんで、あの面白いエピソードが手に入ることってなかなかないんですよ。こいつをあのどうせ使えるようにならないやつだと思うんで、あ、多分舐められてると思います。これ間違いなく舐められてると思いますし、あのこいつが使えるようになることはないし、多分遅かれ早かれやめるだろうと思いながら接していいと思います。でもこのエピソードが面白いんで、面白いエピソードをくれる人間って相当レアなんですよ。めちゃくちゃ珍しいんですよ。レアリティが高いんです、面白い人って。なのでどうせ辞めるんだから、こいつを思うさま泳がせた方がいいと思います。今はねイライラするかもしれませんけど、逆にそんなやつなのに形になった、一人前になったら、まあ儲け物ぐらいなんで。ふざけたやつって、あの年取れば取るほど周りにいなくなるので、あのやっぱ貴重な人材だと思いますね。だって周りも多分このこいつのことそんな好きじゃないと思うんですよ。分かんないです。この書き込んでくれた人だけが舐められてるんだとしたら別の方法もあるんですけど、多分大抵の人を舐めてこいつは接してると思うので、こいつ以外でそのね共通の敵だから話し合えるじゃないですか。あいつ腹立つな、共通の敵がいるって結構人間関係が円滑にいく一つの材料でもあるので、健全かどうか不健全かはあるんですけど、でも共通の敵がいると、いやこんなに潤滑油になることはないので、イエイとかいうやつやっぱ面白いんで、はい、しばらく泳がした方がいいと思います。まあもしかしたらね、その会社にダメージを与えるような大失敗するかもしれないですけど、大失敗そうなような仕事を与えなくても、ちっちゃい失敗でもこいつは大失敗するので、あのしばらく泳がして、はい、ドキドキを楽しむ余裕を持っていいんじゃないでしょうか。11月に留学の選抜試験で、あ、TOEFLがある、あ、大学であるんだ。今勉強していますが、このままの勉強法でいいのかと毎日不安ながら勉強しています。何かアドバイスください。いや俺受けてないんだよな、ちょっと分かんないんですけど、このままの勉強法でいいのかっていうのは模擬試験とか対策で結果出てるんじゃないのかな。結果出てないんだったら多分もうこの勉強じゃいいとは思わないと思うんで、ある程度結果出てるけどちょっと不安なんじゃないですかね。とりあえずそれで続けてみたらどうですか。不安かもしれないけど勉強続けてくださいっていうアドバイスしかないですね。苦手な人、合わない人に対して明らかにテンション低く対応してしまいます。そつなく対応するにはどういう気持ちいることが大切だと思いますか。いや俺はもうそういうのすぐテンション低くなっちゃうんで分かります。そつなく対応する必要あんのかな。今この人がなんかある程度人生が満足だったら、このまま人によってテンションを変える生活の方が多分合ってるんでいいと思います。ただもうちょい何かを良くしたいって欲求があるなら、何かを変えなきゃいけないわけで、その変える一つの要素として、苦手な人や自分に合わないなって思う人にハイテンションで接するといいことがあるかもしれないって仮説のもとに行動してみたらいいと思います。別にそつなく全員にうまく対応するんじゃなくて、苦手だと思う、今まで苦手だと感じてた人に対してハイテンションで接すると、もしかしたらいいことがあるかも、今までやってなかった人生のね一箇所変える要素として、それをやってみてプラスなことがあったらそれを続ければいいと思うし、でプラスなことがあれば続けやすいじゃないですか。そつなくとかそういうなんかよくわからないざっくりした意味じゃなくて、明らかに人間関係がうまくいくとか出世するとか、そういう現実的なプラスがメリットが見えたら頑張りがいがあると思うんですよね。でも逆に苦手だと思ってた人にハイテンションで接しても何もなかったなと思ったら、別に今までの状況に戻るだけなんで、いつでもやめることができるので、一回試しにやってみたらいいと思います。出世するとか収入が上がるとか現実的な俗っぽいメリットで物事を考えると、あんまり心のことを気にしなくていいんで楽だと思いますね。内面が育たず年だけ重ねてしまいました。内面と実年齢がどんどん離れてずれていく感覚が辛いです。周囲の人はちゃんと大人になっていくのに精神年齢を引き上げるにはどうすればいいでしょうか。ちなみに40歳ですが内面は小学生の頃と変わりませんって書いてますね。多分もう手遅れなんで、そのまま生きた方が楽しいと思います。だって今小学生なんですよ、中身が40歳分、だからどんだけ高くても12歳なんですよ、精神年齢が。28年分頑張るのってしんどいので、そのまま過ごした方が多分
いいと思います。28年間その今まで上げなかった部分を育てる、しかも育て方が分かんないじゃないですか、精神年齢って。それを引き上げる苦労は多分割に合わないので、今のまま生きた方がいいと思います。しんどいです、こっから大人になる。大人にならなくても生きていける才能が何ならあるようなので、そのまま生きた方がいいと思いますけどね。最近笑ってないので大喜利アプリやボケるアプリを使い始めました。最初は楽しかったのですが、自分の渾身のボケにいいねがついたかどうかの方が気になって、今や全く笑えません。他人からの評価に振り回されず人生を楽しむ方法はありますか？その最近入れたアプリっていうのをアンインストールするのがいいと思います。そうするとそのアプリのいいねの分からは、振り回されずに済むと思います。あれ大喜利アプリボケてとかってさ、見てるだけで笑えるから別に投稿しなくてもよくないですか？笑いたいってことですもんね。だから投稿をやめるのがいいんじゃないですか。本、映画、音楽などにおいて気に入った作品ばかりを長期間繰り返し見てしまいます。もっとさまざまなジャンルを幅広く知りたいと思うのですが、なかなか手が出ません。何か良い方法はありますでしょうか？いや、好きなの見たらいいんじゃないでしょうか。偏っちゃダメなのかな。本、映画、音楽から得られるものってのは基本的に娯楽なので、それだけで何か変わるもんでもないので、好きなのを見続けるのがいいと思います。さまざまなジャンルを見て幅広く知りたい。本、映画、音楽で、まあ、入り口になるからまあ幅広く見た方がいいし、流行りものを見といて損はないと思いますけど、好きなものがあるなら別にいいんじゃないでしょうか。世界史の暗記のコツは、コツってありますか？暗記ってコツってないと思うんですよね。もちろんあの効率のいい暗記方法とかっていうのはどんどんみんなが発見してくれてやったらいいと思うんですけど、その中で一番効率のいいものが自分に合うかどうかが分かんないっていうのが結局ネックじゃないですか。いろんな割合がいい方だったりエビデンスがある方法をいろんな人が教えてくれるんですけど、その暗記方法が結局自分にフィットするかどうかがすごい重要なんですよね。今まで暗記方法は多分あって、今も暗記してると思うんですよ。でもそれより多分自分にフィットする暗記方法っていうのは世の中に必ずあるんですけど、それを探す手間の方が多分無駄だと思うので、今しんどい暗記方法でも、受験っていうゴールまでの間に新しい暗記方法を見つけるっていう無駄な時間を過ごしてフィットする。でもフィットしないままただ無意に時間を過ごすぐらいだったら、今の方法のままじわじわ伸ばした方がゴールまでの道筋の計算が立てやすいと思います。不効率だと思っても今の方法を続けた方が僕はいいんじゃないかなって思います。ただそれが全く覚えられないんだとしたら、1ヶ月ぐらい暗記の方法論書いてある本をざっと読み漁るのもいいかなと思います。カズレーザーさん、こんにちは。私は性欲がある方で週4が当たり前の生活を10年近く過ごしてました。しかしここ最近どうしても性欲が湧かず、月にほどの性欲になってしまいました。仕事で精神的に落ち込んだり、寒さで性欲がないのかもしれませんが、これって病気かなと本気で心配してます。見解をお聞かせください。週4が当たり前が金払ってるのかとか、パートナーとのことなのかで全然違うと思いますね。ただ10年経ったんだから、それは衰えるだろうと思います。それが老化というものです。深読みして悪いことばかり考えてしまう自分が嫌でたまりません。深読みはしない方がいいと思いますね。表面だけを拾うようにしてください。その方が人生は絶対楽です。既婚者合コンについてどう思いますか？夢のある言葉だと思います。最高ですね。既婚者っていうただのね、何の別になんか魅力的でも何でもない肩書きなのに、なんで合コンの前につけるだけで、なんか、なんで勝手にこっちが甘美な想像しちゃうんでしょうね。いいな、既婚者シリーズ他にも聞きたいですね。そんなところですかね。ああ、既婚者合コン、いい言葉だな。一人暮らしの祖母と近いところにいて、なるべく顔を見に行きたい。他にも個人の事情があり、地元で家から近いところを選び就職し、実家から通っています。いいじゃないですか。同世代の子は一人暮らしの子ばかりで、前にも一人暮らしの子から、なんで実家暮らしなの、ありえないわ的なことを言われました。それまで気にしてなかったのですが、それを言われて20代で実家暮らしはおかしいのかと気にするようになってしまいました。これっておかしいことですか？全然おかしくないと思います。実家から通えるんだから別にいいと思いますけどね。実家がどんな豪邸でも実家暮らしありえないってこの人言うのかな。ただ単にマウント取りたいだけの人なんじゃないですか。その人が、人がどこに暮らしてるか文句言うやつなんか猿以下の人間だから気にしなくていいと思いますよ。安藤夏さん、相方に選んだ理由が知りたいです。ほう、事務所でもう勧められたんで、あと事務所クビになりたくないっていうのもあって、あとまあこれなんか形が見えたんでっていうのが大きな理由ですかね。
おすすめの本で漫画でも大丈夫です、あ、漫画でもいいんだ、教えてくださいみたいなのあるんですけど、漫画だったらなんだろう、好きなのはあの手塚先生のアドルフに次ぐとかやっぱ好きですけどね、面白いですよね。火の鳥とかやっぱたまに読んじゃいますね。どれ読んでも結局面白いですもんね。売れてる売れてないの差はあるけど、売れてなくてもやっぱ大抵の漫画面白いからな。相手に期待しない考え方とイライラしないコツを教えてください。期待するっていうのは自分からある程度のことをやってるんだから、これぐらいは返してほしいっていうギブアンドテイクの関係を求めてるときに期待してしまうんですよ。そんでそれがギブがなんかこっちのギブに対してテイクが少ねえなってなるとイライラしてしまうので、最初から何も与えなければそんなにイライラしないと思います。ガンダムってどのシリーズから見ればいいんですか？これはもう一番新しいのを見るのがいいと思いますね。ガンダムっていうのはガンダムっていうもうジャンルなんで、ファーストガンダムから見る必要は今はそんなないと思うんですよ。あとどうしても絵柄が苦手っていう人がいると思うんで、なるべく綺麗な絵柄のやつを見て、なんとなくガンダムを知るのがいいと思いますね。やっぱ新しいの見るとね、ファーストガンダム世代からしたら、ファーストガンダム以外はガンダムじゃないって意見もあったり、全然違うじゃねえか、そんな見てもガンダム分かんないよっていうのもあると思うんですけど、でもガンダムはもうガンダムとして結構ジャンルとして確立されてると思うので、新しいのを見るのがいいと思います。それで合わなかったら多分どのガンダム見ても意外と合わないので、全然、とりあえず新しいの見るのがいいですよね。全部が嫌になっちゃう時の対処を教えてください。生きてくの辛い。うわ大変ですね。嫌なこと全部やめるのがいいと思いますね。辛い条件を上げてってそこから逃げるのがいいと思いますけど、逃げるのには逃げるので努力が必要なので、そこは頑張ってほしいですね。今の現状ただしんどいから嫌だっていうのは簡単なんですけど、嫌なことから逃げるっていうのもね、逃走するのにも体力は必要なので、その体力を今つけておくのがいいと思いますね。国語の勉強の仕方、古文現代文、語彙の増やし方、集中力のつけ方、記憶力を高める方法を教えてください。わあ、俺も記憶力高めたいですね。国語の勉強、原文に関してはちょっと勉強法ってのはほぼないんで、問題を解きまくって方向性とか、問題の意図をつかみまくるしかないと思うんですけど、古文ってのは古文をたくさん読むしかないですね。そうすると当時の流行りとか物語の方向性とか、変な話癖みたいなのが分かってくるので、あ、この時代の平安時代の文章ってこういう風に進みがちだよねとか分かってくると簡単に答えられますね。平安時代の人が普通に読めた文章なので、読めりゃ答えられるわけなんで、読めるかどうかだけです。たくさん読むしかないですね。あ、じゃあツイッターの方にも、現在私はコミュニケーション能力、主に笑いとお客様への共感性を特に重要視される少し特殊な接客業に努めています。質問なのですが、どうすれば自分の笑いのセンスを自信を持って主張しつつも相手との距離感を壊さない、繊細さも忘れない絶妙なバランスを保った会話をすることができますか。こんな硬い文章を書かないでください、共感性なんでしょ。でもっとゆるっとした文章でいいですよ。笑いが重要なんだ。じゃあ普通にだってそのね、現場でずっとお客さんに接してれば必要とされるジャンルの話術とかってなんとなく分かっていくもんじゃないですか。それが分かんないんだとしたらちょっと笑いのセンスとかじゃない気がしますね。あ、自分の笑いのセンスを自信を持って主張しつつもって、自信を持って主張はしない方がいいと思います。寒い関西人みたいになるんで、それはゴリゴリで押されても困るんで、もっとふわーっとした方が笑いやすいです。看護実習が辛いです。応援メッセージをください。いや、辛くても頑張ってください。今後 私も多分お世話になる可能性もあるので、はい、頑張ってください。怒っているつもりがないのにそんなに怒らないでよと言われてしまいます。友達を押そうと言われますが少ないです、自分の思っている自分と他の人から見えてくる自分の差を感じると、人と話した後や友達と遊んだ後などに楽しかったかなと言い過ぎてないかなと不安になります。どうしてこのギャップが生まれるんでしょうか。自意識と対意識の違いなんだと思いますけど、常にね、自分の顔が見えてるわけじゃないから、まあギャップは生まれると思いますよ。子供の自己肯定感を上げるのに親ができることは何だと思いますか。わかんねえな。簡単な課題をいっぱい与えることじゃないでしょうか。異性を外見でしか好きになれません。いいんじゃないですかね。内面と外見でその 50% が基本的に外見なんで、 50% を好きになれればまあいいと思います。テレビゲームを趣味でやっていますが、長時間やった後無駄なことなのにやりすぎたと後悔してしまいます。
やってる最中はすごく楽しいんですが、やめた方がいいでしょうか。仕事や日常生活に支障は来たさない程度にやっています。趣味っていうのは全部無駄なことです。なんで大丈夫です。日常生活に支障は来たさない程度にやってるんですもんね。はい、そういうもんです。みんな大丈夫です。今後も続けてください。私は人に頼るのが苦手で、全部一人で抱え込み頑張る癖があります。人への甘え方を教えてください。周りの人は甘えられたいと思ってるわけじゃなくて、一人で抱え込まないで全員で協力しちゃった方が効率いいんじゃないのって多分思ってると思います。はい、甘えじゃなくて分けた分担した方が結果早くなるよっていう単純な計算をするようにしてください。上司が休日の過ごし方や人生観にまで口出ししてきて鬱陶しいです。なるべく相手の気分を害さず黙らせるにはどうすればいいですか。いや、気分を害させた方が黙ってくるんで、はい、相手の気分を害してください。気分を害さずに黙るのはそんな都合のいい言葉はなかなかないので、はっきり喧嘩するのが楽でいいと思います。どうせ嫌いなんだからいいんじゃないですかね。もう一回人生をやり直せるとしてもカズレーザーを選びますか。全く同じ人生だったら選びます。ただ単純に僕として生まれて全く違う人生なんだとしたら、別に僕として生まれてくる理由がないなと思います。全く同じ人生でもそんなに不満はないです。小学2年の娘ですが、中学受験を考えています。低学年のうちにやっておくべきことはありますか。低学年のうちに、どの学年であっても受験を考えているなら過去問以外やることってないんじゃないかなと思いますね。報われない努力はないってよく言いますが、言いません？私は現在あることに十分努力したけど結果は出なかった状態です。これは努力が足りなかったということなんでしょうか。いやいや違います。そうですね、それとも上記の言葉に語弊があるということなんでしょうか。はい、報われない努力はないって言ってるやつは、めんどくさいやつなんで、そんなやつを付き合わない方がいいですよ。大抵報われないです。だ、努力したことに価値を置きたがる人はいるんですけど、努力は努力であって過程と結果は別に関係ないので、努力の大小は別に関係ないです。何も努力せずに成功する人もいるんですよ。努力したから結果が出るって教えは人をダメにするんで、やめた方がいいと思いますね。仕事にやりがいを求めている方は多いですよね。優しい方多いですよね。私はそれなりにお金がもらえて福利厚生が良ければやりがいがなくても仕事を頑張っていこうと思っていましたが、仕事を続けていく上でやりがいをもう少し大切にするべきでしょうか。いいんじゃないですか、やりがいなくても。僕もあんまり人生とかこういった仕事にやりがいは全く感じてませんけど、全然いいですね。やりがいなくても楽しいことなんかいっぱいありますしね。大学を休学することについてどう思いますか。したらいいんじゃないですか。来年から大学院に進学するのが確定しちゃってるんですが、今現在卒論に対してかなりモチベーションが低下し、メンタルも崩壊しかけています。自分としては学部卒はしておきたいと考えているため、今年はどうなってでも卒論を頑張ろうと思うんですが、来年以降やっていけるかわからないです。やっていけなくなったら大学院休んだらどうですか。卒論はとりあえずもう書くって決めてるんですもんね。もうそれでどうですかね。爪を噛む癖がやめられません。爪用の苦い薬や あれやってもダメなんだ。手袋なども試してもダメでした。ダメなんだ。そう、じゃあもうしょうがないんじゃないですか。爪噛む人だと思って周りも接してくれると思いますよ。まあそれを嫌がる人はいますけど、気にしない人も全然いるんでね。嫌なことを言われるとすぐ傷ついてしまいます。考え込まないようにしたいのですが、何か方法はありますか。嫌なこと言ってくるやつが悪いんだから傷ついてもいいんじゃないですかね。でそいつと距離取りましょうよ。彼女に期待しすぎてしまいます。期待しないようにすればどうすればいいのでしょうか。どれぐらい何を期待してるのかによりますけど、いいんじゃないですかね。どうせ来年か再来年には違う女性好きになってると思いますよ。それ前提で付き合った方がいいと思います。そうやってなんかハードル下げとくと、なんかちょっとした時にすげえ好きになったりするので、はい、それぐらいでいいと思います。最近寝つきが悪いです。布団に入ってから2時間眠れません。ショートスリーパーなのか分かりませんが、4時間睡眠の方が顔をむくんだりせず体も軽いです。ちょっと僕もショートスリーパーでも何でもないのでがっつり寝ちゃうんですけど、2時間は眠れないんだ。でも今4時間でいいなら大丈夫なんじゃないですかね。最近ニュースで見た AI が絵を作り出すという技術について質問です。はい、はい、ありますね。この先このような技術がどんどん発展していった場合、人間の想像力で作られた良さというものは薄れていってしまうのでしょうか。カメラが趣味の友達がいまして、本当にいいデジカメとかでっかいカメラで撮った作品とスマホでサクッと撮った作品、どうせ修正しちゃうからほぼ差がないっていうのを
ずっと言ってるんですよ。でもそいつはでっかいカメラで撮ること自体が目的化してるというか、昔ながらの方法を試してるっていうのが楽しいのでカメラを趣味にしてるんですね。想像力っていう言葉がまあちょっとね指す範囲が広いと思うんですけど、結局どこを楽しいと思うからと思うんですよね。制作過程が楽しいって思うんだったら、手汚しながら粘土こねたりして彫刻作ったりする人もいるし、結果を出すことが大事なんだったら別に 3D プリンターで作っても同じだと思うんですよ。昔はだって単純に絵の具とかだってなかったし、青という色を再現するのがすごく大変だったけど、今普通に青い色を作れるじゃないですか。ツールが便利になったからって何かが悪くなったのかっていうのは未来の人が勝手に決めることであって、自分が満足しなかったら別にそこはいいんじゃないですかね。少なくともそれでツールが進歩して想像力が削られるかどうか分かんないと思います。ただ AI が作った絵を人間が描いたってことで出品したりして問題になったケースはあるので、そういうのはフェアなルール作りは必要かなと思います。ただいい絵だったりいい彫刻であったりっていうものであれば、制作過程って買い手はほとんど気にならないかったりするので、そこは想像力が損なわれてるんじゃないと思いますね。まあでもね、AI が勉強してそれっぽい絵を描いてくれるってなると、それっぽい絵の元を作った人は損したな、割り送ったなって思うと思います。でも10年後20年後誰も割り食ったなって言わなくなるような社会になっちゃうんだなと思います。それが当たり前になってしまうと思います。理科の勉強方法を教えてください。理科っていうジャンルっていいんですかね。まだ生物とか化学とか物理とかまで行ってない、いわゆる理科っていうジャンルで言うなら本当にただの暗記科目なので、昔ながらの一問一答的なやつで十分いいと思いますね。本当計算部分は月並みながら生理食塩水のノートぐらいしかないので、それがいいと思います。下半身麻痺のため車椅子で生活しています。へえ。外出時などに周りの目がとても気になるんですが、気にしない方法などありますか？しばらくはリハビリとかしても、まあ、非生活が続くのであれば気にしないっていうのをどうですかね。車椅子以上に目立つパートをどっかに作るとかなんですかね。そうするとそっちの方が気になって周りの目にあんま意識いかなくなりますね。まあ、俺もちょっと周りの目を気にしたことないんでちょっと分かんないですね。高卒で就職してから2年が経つんですが、趣味という趣味が全くなく始めても続かないことが多いです。ああ、僕もないです。趣味は頭が悪い僕でも続けられる趣味みたいなものがあればぜひ教えてもらいたいです。いや、なくていいじゃないですか。なんで作りたいの趣味ないならないでいいんじゃないですかね。高2男子帰宅部です。バイト探し中なのですが、おすすめのバイトありますか？どれぐらい欲しいのかな。基本的に割に合わない仕事ですよ、高校生に振る仕事なんて。だから稼ぐのは難しいと思います。テレアポとか得意だったら、まあ、高校生と一番稼げるかな。稼ぎたいんだったら、まあ、もっと別の方法した方が、バイトじゃないことをした方が僕はいいと思います。バイトってのはやっぱ時間で自分を一番安く売ってしまう方法なので。また生放送してほしいです、お願いします。まあ生放送しないんじゃないかな。まあ別にしてもいいんですけど、あんまりなんかできないのでやんないんじゃないかなと思います。ネタはもうされないんですか？まあほとんどやる機会ないですね。そもそも需要がないからね、オファーがそんなないんで、まあやんない、しばらくやんないんじゃないかなと思います。でも今やんないともうやる機会なくなっちゃうんだろうなと思いますね。僕は高校1年生で文系と理系のどちらかを選ぶか迷っています。将来やりたい仕事につながりそうなのは理系なのですが、得意で好きな教科は文系なんです。どちらを選べばいいでしょうか？理系を選んでください。得意で好きな教科は文系ってのは多分覚えて数字が、ね、点数が伸びやすいからってことが多いので、将来やりたい仕事が理系なんでしょう。じゃあ絶対理系選んだ方がいいです。知り合いと楽しく喋っていたはずなのに急にスイッチが切れたみたいに、何を話せばいいか分からなくなることがよくあります。疲れたというか、なんで笑ってるんだっけと、何話せばいいんだっけってなります。そういう状態にならない方法や会話が続く方法を教えてほしいです。会話っていうのは途切れるものなので、ずっと喋ってる方が異常なんですよね。まあ、こういうふうに何かを読んでそれに答えてる人が今多いじゃないですか。こういう悩み相談的なやつを真似してシステムを僕もこうやってやってるんですけども、こういうのって常にお題であったり質問が来るからずっと喋ってられるんであって、普通は喋ったり黙ったりするのが人間の会話です。一人カラオケ行くとずっと歌ってるわけじゃないじゃないですか。曲を選ぶ時間があるんですよ。そういうもんなんですよ。会話もすごい緩急があるんです。ずっと喋ってる必要なんてないんですよ、はい、で知り合いと楽しく喋ってた時って本当に楽しかったら黙ってても全然耐えられるじゃないですか。別に無理して喋る方法ないですね。無理して喋ってるってバレたらもう友達になってくれないと思いますね。心を開いてる友達の前では安心して黙っていいと思います。考え方の違う友達とうまく付き合う考え方や付き合い方を教えてほしいです。考え方
方が違うんだからその人は友達じゃないんじゃないですか。考え方が同じ友達がまずいるんですよ、選択肢として。で、考え方が違う他人っていうのが一番端っこにいるんですよ。その真ん中なんですよね、考え方の違う友達っていうのは。だとしたらその友達関係をずっと続ける必要は多分ないと思うんですよ。同じように考え方が同じ他人がどっかにいるはずなんで、その人の友達になってこっち側に持ってきた方がいいです。その人友達候補っていうのはもう世の中いっぱいいるので、今の関係とか今周りにいる人だけで友達を埋めなくてもいいと思います。カズレーザーさんの思ういい人生とはどんなものですか？なんかこういう質問に答えるだけで何人かの人が褒めてくれるのはやっぱいい人生ですね。すげえ楽ですね。心霊現象とか信じますか？全く信じないです。学生にアドバイスしてください。学生にアドバイス？遅刻しないように今日はもう寝てください。